ました？こんなところで眠ったりしてどうしたんですか？おはようじゃありません。風邪をひいても知りませんよ。お待ちください。ドクター、お水です。これは。あの、お水は？
ドクター、こんなところにいたのか。レポートを読んだぞ。私と一緒に来てくれ。ゲオハルトを拘束する。アントニオ。はい。抵抗したら射殺して構わん。その場で焼却できるようガソリンを用意させます。部下の者にも武器を持たせて配置しとけ。取り逃がしてはならんぞ。お任せください。ドクター、ゲオハルトは奴の小屋にいるようだ。捕らえに行くぞ。私がこうしてわざわざ出てきた理由、知りたいかね。なぜそう。奴の父親を殺しておるのだ。あれは誤射だった。混乱した戦場ではよくあることだ。1948年、私はベルリンでゲオハルトと再会した。奴はひどい有様だった。それ以来私は奴を手元に置き、問題にならぬ程度の遊びは許してきた。私が奴をあのようにしてしまった。今日ゲオハルトは全ての罪業を許され、ドクター、私は奴が、はっ、
話せ、俺に触るんじゃねえ、クソ野郎どもが。俺にこんなことをして、ぬっぬっぬっ、いや、ちくしょう、なんでこんなに喉が痛えんだ。ギョーハルト、静まれ、見苦しい。これは珍しい。こんなむさ苦しいとこに来てくれるとは。こいつらにあんたの口から教えてやってくださいよ。この俺にこんな真似しちゃいけねえんだってこと。その者たちは私の命令でお前を捕らえに来た。おとなしく捕まるなら殺さずに済む。あんたそんなこと言っていいのかよ。ふざけんなよ、冗談じゃねえぞ。俺は嫌だからな、あんたのおもちゃになって切り刻まれるのはごめんだ。やはり無駄か。作家賞から即死までお望みのまま。そうだな、即死がよかろう。な、ちょっと待てよ、おい。即死ですね。ではそのよう。やめろ。ドクター、言いたいことはわかる。いいのだよ、ドクター。私の決定に口出ししないでもらいたい。先生よ、あんたいいところに来てくれたな。しかもその楽器を連れてくるなんざ上出来だ。このガキもらったぜ。ざまみやがれ、撃ったらこのガキに当たるぞ。どうします？やれ。いい加減にしたまえ。
関係ないから撃つのだよ。手遅れですな。やつは娘を抱えて森に逃げ込みました。とんだ茶番だぜ。ドクター、始末の責任は自らが取らねばならん。それが家族の掟だ。あまり時間はないぞ。何をしに来た？お前の指示した薬品なら今届いたぞ。ここは俺が見張って、お前は自分のやるべきことをしろ。素手で殺す。
おじちゃん、ねえ聞いて、パン屋のおじちゃん。こら、そんな泥だらけで店に入ってきちゃ。ごめんなさい。マナちゃんは大きくなっても相変わらず男の子みたいだな。お詫びに今度ラズベリーのジャム買ってあげるね。気の利いた技を覚えてきたな。お母ちゃんの仕込みかい？おじちゃんのパン美味しいから。嬉しいね。おじちゃん今日はライ麦のパンをおまけしちゃおうかな。だから大好き。いっぱいおまけしてね。おっと、こりゃマナちゃんにうまいことやられちまったようだな。目を向いたまま勝手にブツブツ言ってやがる。こうなるとこのガキはしばらく元に戻らねえんだ。こいつのこれのおかげでいろいろ重宝したぜ。どこに逃げようがすぐに連れ戻せるからな。そのうち諦めて何でも俺の言うことを聞くようになった。おかしなガキだ。どうしてあんな一言でこんな風になっちまうんだろうな。地雷だっていうだけで。お父さん、お客さんがいっぱい来たよ。え？こんな夜中にかい？一体何事だろうな。ちょっと待ってなさい。うん。そんなバカな。あんたたちは言ったじゃないか。政府が何を決めようと、我々はずっと同じ町で暮らしてきた仲間だって。だからうちの一家はここに。沈むまで私が見てきたものは何だった？あんたたちは騙してたんだな。何十年もの間ずっと隣にいながら何食わぬ顔で。お父さん、どうしたの？お父さん、なんで倒れてるの？どうしてお腹が真っ赤になってるの？マナちゃん、パン屋のおじちゃん。お母ちゃんはどこにいるのかな？あの知ってるなら呼んできてほしいな。私外に出てたのか。逃がすな、捕まえろ。
何するの？お母さんにひどいことしないで。別にひどいことはしないさ、マナちゃん。なに、ほんのちょっとしたことだよ。そんな、嘘。いや、どうしてそんなこと？この土地に住む人間の血をきれいにするためだよ。そんなのわかんないよ。なんでおじちゃんそんなこと言うの？どうして今日はいつもみたいに優しくないの？おじちゃんたちはね、自分が何をするためにこの土地で生まれたかようやく思い出したのさ。ここは聖地なんだ。だからきれいにしなくちゃ。おじちゃん、お願い、やめてください。お願い。やお母さん。誰だ、頭を殴ったやつは。マナ、こっち。裏から逃げるのよ。え、お姉ちゃん。ほら早く、今のうちに。お姉ちゃん、お母さんが。いいから早く、ハサンももう先に出てるから。待って、お母さんが。お母さん。見渡す限りの荒れ地を歩いてきた。最初は泣きっぱなしだったハサンも、いつの間にか泣かなくなっていた。私もそうだった。なぜ涙が出なくなったの？お姉ちゃんに聞いてみた。水を一滴も飲んでないからだよ。お姉ちゃんは言った。そうなんだ。そういえば、ひどく喉が渇いてる。この荒野を進む人の群れに合流して、多分5回以上は夜が来て朝が来た。果てしない道行きはゆっくりと、流れる雲に追い抜かれるほどゆっくりと進んでいた。地雷を探しながら歩いているからだよ、とお姉ちゃんが教えてくれた。ナフィー姉ちゃんは家を出てから一度も泣いてない。涙なんかに水を使ったら生き残れない、生きてここから出られないと。私と弟を励ますように力強くお姉ちゃんは言った。でもダメだった。ハサンも私も喉が枯れるまで泣いてしまった。お姉ちゃんだけは泣かなかった。黒い鳥が落とした丸いもののせいで、ハサンが右腕だけになってしまっても、お姉ちゃんは泣かなかった。
田先生、あんたが来たのかよ。手任せ言うんじゃねえ。自分の体ぐらい俺にも分かる。なあ先生よ、俺はもうダメなんだろう。黙りやがれ、分かってんだよ。もうあのテオが俺を殺そうとしたんだ。俺を殺さなきゃてめえがヤバいからだ。それにあいつらガソリン持ってたじゃねえか。俺を殺した後すぐに焼くためだろうが。俺はよ、ペストなんだろう。それももう助からねえほど言っちまってんだろう。なあ本当のこと言ってくれよ。てめえどうしてもしらきるつもりだな。わかったよ、てめえがそのつもりならこのガキを死体の穴に突き落としてやる。この穴に落ちたら二度と這い上がらねえぞ。下はぐちゃぐちゃの死体とネズミの巣だ。しかも泥水が溜まってるから底なしだ。どこまで深いか俺にもわからねえ。無駄だよ先生、こいつには何も聞こえてねえ。キャベツ畑に囲まれた小さな家だった。住人はとっくに逃げ出した後で、家の中は無人だった。大人たちが地雷や罠を探し、安全だと分かると、私とお姉ちゃんはその家で休ませてもらうことになった。水が飲みたい。私がそう言うと、お姉ちゃんは家の中を探し回って小さな花瓶を見つけてきた。瓶の底にほんの数滴残った水を私に与えると、お姉ちゃんはいつになく真剣な眼差しで言った。もっと飲みたい？うん、飲みたい。そう、じゃあちょっと待っててね。お姉ちゃんは花瓶を持って家の裏手に広がるキャベツ畑に入っていった。その走る先に井戸があった。なんだ、あんなところに井戸があったのか。だったらお水いっぱい飲めるよね。でもどうして大人の人たちは誰も水を取りに行かないんだろう。お姉ちゃんは井戸から花瓶へ水を汲むと、私の方を振り返り、ニコニコしながら大きく手を振った。そしてこっちへ戻ろうと走り出した時、足元が爆発した。お姉ちゃん！お姉ちゃんの体はまるで羽があるように空を飛び、くるくる回って地面に落ちた。両足の膝から下がなくなっていた。お姉ちゃん！走り出そうとした私を大人たちが止めた。地雷原だ。
井戸の周りに入っちゃいけない。水を飲むやつを狙って埋めたんだ。お姉ちゃんはまだ生きていた。苦しげに顔を上げ、私をじっと見つめていた。お姉ちゃん！返事はなかった。もう声が出せないのかもしれない。お姉ちゃん。私はその場に立ち尽くしていた。地雷の埋まる畑の中、たった一人で死んでゆく姉。私はそこに近づくこともできず、ただお姉ちゃんがゆっくりと死んでいくのを遠くから見つめていた。いつしか日が暮れて夕方になった。お姉ちゃんはまだ生きていた。私はお姉ちゃんを見つめ続けていた。夜になった。お姉ちゃんはまだ生きて、そして泣いていた。私は立ち尽くしている。あれからどこを歩いてきたのかわからない。私は立ち尽くしている。人が溢れそうなほど乗り込んだ船、放り出された海、私を拾った男。私は立ち尽くしている。サリナの屍、お母さんと同じ。私は今もずっと立ち尽くしている。そう、あの声。私に優しい場所を与えてくれる人の声だけど、みんな、私に優しい人はみんな何も言わずにいなくなってしまった。どうしたらいいの？お姉ちゃん、ずっと私を見ていたね。あの時もしもこっちに来てって言ってくれたら、私走り出してたと思う。ああ、そうか。だからお姉ちゃんは何も言わなかったんだ。私言ってもいいのかな？あの優しい声のする方へ。いいよね。私もうここに立ってるの疲れちゃった。お姉ちゃん忘れないから。いつかきっとあの場所に戻るから、許して。私もう行くよ。
け。させるかよ。二人まとめて突き落としてやら。死にやがれ。ボおう、いや、落ちる、落ちる、いやー、やはり私の手で葬ってやる。ご苦労だった。あとは屋敷に戻り貿易班の指揮を取ってくれたまえ。何がだね。うん、構わぬよ。医者は救うことができればそれでいい。生きようが死のうが、救えないよりはずっといい。君はゲオハルトを救おうとしてくれた。礼を言わせてもらう。さて戻ろうか。死なねえよ。あんたが死ぬまで俺は死なねえんだよ。おのれ貴様。一緒に行こうぜ。俺たちはずっと仲間だったじゃねえか。話せ、話さんか。思い出すな。また殺しまくろうぜ。薄汚ねえあの連中はよ。この。痛えじゃねえか。やめろ。こんなところで落ち、あ、
なたのこと。いいもん、好きだから。私、もっと、もっと知りたい。いっぱい知って、言葉で伝えたい。あなたのことが好きって。